ここから先戦いは避けられないだろう。みんな準備はいいか。はっ、うん、よし行くぞ。さて、ドイツが人中力かな。うん。ガーラ。てめえら。てめえら。ぶっ潰す。あいつか。どうやらそうみたいだな。うん。旦那、これ言ったら多分怒るだろうけどよ、あの人中力はオイラがやる。うん。ノルマは一人一匹だろうな。図に乗るなよ、デイダラ。芸術家ってのはより強い刺激を求めねえと感情が鈍っちまうもんなんすよ、旦那。キュービの人中力はなかなかに強いって噂だしな。うん。じゃあな、旦那。待てこら！ナルトのやつ、やっぱり止まらないか。ナルトと俺は外のやつをやる。サクラとチオバ様は中のこいつを頼む。逃がすかよ！よし。ガーラを返しやがれ！変わった人中力だな、お前は。人中力はネクラで人嫌いだと聞いていたがな。うん。それに、このガーラというやつも珍しい。ここまで他人に思われていた人中力もいなかった。かわいそうな嫌われ者同士、ほっとけなかったか。ん？ガーラは一尾を抜いたから死んだ。お前もじきにそうなるんだよ。おら！てめえら潰してやる。よっしゃ！
爆発だ。よっしゃ。思ったよりやるね。ん？たく勝手な行動をとって。カカシ先生、俺なんかの相手をしてていいのか？シャリンガンのカカシよ、言っちゃなんだが、サソリの旦那は俺より強いぞ、多分。残してきたサクラたちが気になるが、こっちはこっちで気を抜けない。さあどうする。待ち上がれ。ナルト落ち着け。中力を取られただけじゃなく、なんでこいつらの面倒まで見なきゃならねえんだ。面倒くらいで済めばよいがの。とうに隠居した身のあんたが、この俺にかなうとでも思っているのか。それはなってみなくてはわかるまい。まずはサソリのやつを引きずり出さねばなるまいがな。引きずり出す？どういうことなんです？今のあやつは誠のサソリではない。本物はあの中に隠れておる。あの中に本物が？しかしあのヒルコは防御に特化したクグツ、あれを破壊する術をわしは持ち合わせておらん。しかしじゃサクラ、お前にはある砂で姫直伝の怪力がな。わかりました。やってみます。フォローは任せておけ。お前は全力でヒルコを破壊することだけを考えればよい。そろそろいいか。知ってんだろう。俺は待たされんのが嫌いだってよ。安心しろ。すぐに終わらせる。行きます。Yeah!
奏様直伝の怪力よ。よくやった。まずは成功じゃ。はい。まさかヒルコが壊されるとはな。そのガキ、案外やるじゃないか。遊びは今日で終わりだ、サソリよ。果たしてそううまくいくかな。奥の方に逃げやがったな。逃がさねってばよ。ちょっ、ちょっ、そこだ。ちょっ、ちょっ。なかなか近づけねえ。人中力をやるとは言ったが、もう起爆粘土は少ねえし、どうしたもんか。そもそもあのカカシが邪魔だな。サクラたちから離れすぎたな。これ以上の移動は避けたい。こりゃちんたらしてられないな。サソリじゃ。こうなってしまったら最後だ。お前たちに万が一はないぞ。退治しただけでわかる。ものすごい実戦経験の里、他者を倒してきた数。サクラ、恐れるな。このわしがおる。前は後ろへ下がっており。まずは千代ば、あんたからか。いいだろう。特別にこいつで相手をしてやる。
ろ。どうしたんです。それは三代目風影。そう、歴代の風影の中でも最強と謳われた忍びだ。こいつを作るのには苦労したが、それだけに気に入っている。隠居の重い腰を上げてみるもんじゃ。まだまだ死ぬには心残りがありすぎる。我が孫が悪党に身を落とすだけならまだしも、里を裏切り三度も風影に手をかけようとは。三度。四代目風影を倒したのはオロチマルじゃったが、それを手引きしたのはあやつじゃ。今回のガーラも、さらには三代目まで。おいおい、四代目ってのは俺は知らねえぞ。手引きは俺の部下がやったことだ。確かに暁ではもともとオロチマルと組んでたから、いろいろやったがな。あなたはオロチマルのことを。だからなんだ。どうせここで倒れるお前たちには関係のないことだろう。どうかな。倒れるのはお前の方かもしれぬぞ。お前の行いは身内であるわしとこの二人で清算してやる。ああ、それか。お前が作った初めての傀儡。父と母じゃ。今さらそんなのでどうするつもりだ。手の内はバレバレだぜ。さっきも言ったがな、これはやってみなければわからん。これ以上話をしても無駄だな。さっさとやるか。来い。Let's go.
重ねた分だけ経験も豊富ということじゃ。すごい。なんて戦い。やるな、千代葉。だが。その姿は。ふふふ。そうか。お前、自分の体を。久方ぶりだ。自分を使うのはな。さあ、そろそろ蹴りをつけるか。この状況、私はどうしたら。さくら、お前は逃げろ。お前を逃がすくらいの時間は今のわしでも作れる。私は3年前ナルトと約束したんだ。今度は二人で一緒にって。私はこんなところで、こんなところで負けるわけにはいかない。さくら、お前何を。あいつは私が倒します。何を言っておる。お前では。すみません、でも引きたくないんです。私は約束したから。約束？それに綱手師匠から受け継いだ魔剣気が嫌というほど仕込んでありますから。さくら、約束だか魔剣気だか知らねえが、そんなもので俺に勝てると思うなよ。行くぞ。あやつ、やりおった。まさか、な。さくら、
お前、あの戦っている最中に毒を受けて。毒を受けたにもかかわらず、無理して戦うから、そうなる。毒がそれだけ早く回るだけだというのに。医療忍者としては、失格だ。我慢しろ。すぐに終わる。無駄だ。すでに毒は全身を巡っている。医療忍術を使ったとしても、そいつはもうじき死ぬ。今やっておるのは、医療忍術ではない。己の生命エネルギーをそのまま分け与える転生忍術じゃ。そもそもこれは親を亡くし親の傀儡と共にいることで寂しさを紛らわしていた。わしの孫のために編み出した術じゃ。何？この術があれば、傀儡にすら命を吹き込むことができる。くだらねえ。くだらないついでに、そこのガキに一つ無駄なことを教えてやろう。お前はオロチマルのことを知りたがっていたな。それなら草隠れにある天地教に行け。どういうこと？オロチマルの部下に俺のスパイがいる。そこでそいつと落ち合うことになってる。本当にくだらねえ。降りてきやがれ、こら！ナルト、落ち着けって言ってんでしょ。大丈夫だ。必ずガーラ君は取り戻す。だから落ち着け。分かったってばよ。いいか、ナルト。お前はこの手の相手には慣れていない。あいつはお前にとって相性の悪い遠距離タイプだ。じゃあどうしたらいいんだってばよ。こういう時はこっちで奴の隙を作り、そこにつけ込むしかない。どうやって？遠距離補助系の忍術を持っている奴が相手の注意を引く。ま、要するに今は俺に任せとけってことだ。カカシ先生に
な。まずは俺があいつの相手をして下に引きずり下ろす。その間お前は奴の隙を見つけてあの鳥からガール君を救い出せ。わかったってばよ。よし、それじゃ行くぞナルト。戦いに夢中になっている間に奪われちまったか。しかしさすがは畑かがしってとこだな。うん、ガーラ、ぶん殴ってやる。やれるもんならやってみな。油断しすぎだよ。なんだ今の力は。俺だけは絶対許すわけにはいかねえ。これがキュービの力ってわけか。面白い。さすがに人中力2匹目ってのは虫が良すぎたか。粘土もチャクラももう足りねえ。ここまでだな。
お前を逃がすのは惜しいがな、今回はここまでだ。うん。逃がされ！へ、ナルト、止まれ！近いうち、また相手してやるよ。うん。まあ、そん時までお前が生きてりゃ、だがな。くそ。逃げたか。ん？さくらちゃん。ようやく会えた。こっちも終わったようじゃの。はい。あとはガイたちが到着するのを待つだけだな。ナルト。なんでガーラが、ガーラばっかりが、こんなんで死んだんじゃ。風かけだぞ。風かけになったばっかじゃねえか。少し落ち着け、渦巻きナルト。お前ら砂の忍びがガーラの中に化け物なんか入れなきゃこんなことにはならなかったんだ。お前らガーラが何を思ってたか少しは聞いたことあんのか。何が人中力だ、偉そうにそんな言葉作って呼んでんじゃねえ。
あいつと同じ人中力です。砂隠れにいるどんなものよりもナルトは彼の気持ちが分かってしまう。どんな里でも人中力を見る目は冷たいものですからね。わしの手の上にお前の手を重ねろ。そう、助けずにはいられないんですよ。ナルトにとってガーラ君は同じ痛みを知る仲間ですから。くだらぬ年寄りどもが作ったこの忍びの世界にお前のようなやつが現れてくれて嬉しい。かつてわしのしてきたことは間違いばかりじゃった。しかし最後の最後になって正しいことがやっとできそう。時とは違ったものになろう。ナルトよ、わしからの最後のお願いじゃ。お前はガーラの痛みを知ってやることのできる存在じゃ。ガーラもお前の痛みを知っておる。ガーラを助けてやってくれ。誰だ？誰を呼んでいる？誰だ？この手。なんだ、俺の手か。俺の手。俺？俺とは誰だ？俺は会えた。ナルト。世話駆け上がって。なぜお前がここに？俺だけじゃねえ。お前を助けるために
みんな走ってたんだってばよ。俺はばあちゃんがすごい医療忍術でお前を生き返らせてくれたんだってばよ。今は疲れて寝ちゃったけど。違う。え？医療忍術なんかじゃない。転生忍術。千代婆様は死んだの。どういうことだってばよ。聞いたことがある。自分の命と引き換えに死んだものすら生き返らせる術が砂隠れで開発されたってな。千代婆様。ばあちゃん。ナルト、千代婆様はお前とガーラ君に未来を託した。忍びらしい立派な最後だ。うん、三代目のじいちゃんと同じだ。そうだな。うん、ばあちゃんの思い今ならはっきりわかるってばよ。みんな、千代婆様に祈りを。ここで握手とかして別れんだろうけど、俺ってばそういうの苦手だからな。このまま
れで終わりか。さすがね、この程度の修行じゃ物足りなかったかしら。この様子なら大丈夫だ。さて、俺たちもここで解散だ。二人ともしっかり体を休めとくように。おし、それじゃあ私は師匠に報告に行ってきますね。ああ、俺も後で報告に行くと伝えといてくれ。わかりました。よし、俺は一楽ラーメン直行。私もお腹ペコペコ。報告が終わったら何か甘いものでも食べに行こうかな。さくらちゃんってば、甘いものばかり食べると長寿みたいに。元気だねあいつら。どうやら俺の方はダメっぽいな。前の戦いでチャクラを使いすぎたか。仕方ない、次の任務はあいつに代わってもらうか。はいどう。はあ、うまかった。さて、時間もあるし、その辺をブラブラしてみよっかな。
よっと、よっと。さすがにその姿だったらお前が木人形の偽物だってすぐにわかるってばよ。残念だったな。あっという間に倒してやら。ドイツを倒そっかな。様子のおかしいやつだな。あ、さてはお前、木人形だな。Attack! Attack!
へん。この調子でどんどん倒し。なんか様子のおかしいやつだな。あ、さてはお前、木人形だな。見つけたってばよ。よっしゃ！
この調子でどんどん倒していくってばよ。さすがにその姿だったらお前が木人形の偽物だってすぐに分かるってばよ。残念だったな。あっという間に倒してやら。次はドイツを倒そうかな。風影様が戻っ、やっぱりいるのと。勝負
んか様子のおかしいやつだな。あ、さてはお前、木人形だな。見つけたってばよ。どんどん倒していくってばよ。行きたいのか。悪いな。通してやりたいのは山々だが、ここから先に行くには手形が必要なんだよ。川の国へはスネ隠れが発行した通行手形がないといけないぜ。なんか様子の。あ、さては。Attack!
よっしゃ勝った。へえ、この調子でどんどん倒していくってばよ。あれ？なんでここに？いや、この感じなんかおかしいと思ったけど、こいつってば木人形だな。だったら遠慮はいらねえな。ぶっ倒してやる。大勝利。次行くってばよ。
どうしました？君の行動記録を確認しますから。おお、この記録を達成するとはさすがですな。おお、この記録を達成するとはさすがですな。また記録なんか様子のおかしいやつだな。あ、さてはお前、木人形だな。
だご用件を送りたいものはどれですか。千代殿は亡くなったか。惜しい人を亡くしたな。かな。久しぶりだな、ナルト。誰？久しぶりに会ったとしても仲間の顔は覚えておくものだ。なぜなら話しかけた側が辛いことになるからだ。その面倒くさい喋りは、もしかして死の？やっと思い出したか。そんだけ顔隠してりゃ誰だってわかんねえってばよ。なんだよシノ、あえじゃねえの。え、この声ってば。お、お前は。キバか。おお、やっぱりナルトじゃねえか。で、その犬は。もしかして何言ってんだ、赤丸に決まってんだろう。なあ、犬って短期間でそんなに大きくなるもんなのか。ん？大きくなってるか。いつも一緒に行くから分かんねえな。いや、気づけってばよ。昔はお前の頭の上にいたんだぞ、赤丸。なあ、シノ。キバにはすぐ気づいたものだな、ナルト。やべえ、拗ねてる。あ、キバくん、シノくん。ひなたじゃねえか、久しぶり。
もナルト見て気絶すんだよ。日向にもすぐ気づいたものだな、ナルト。ちった落ち着いたかよ、日向。で、お前たちってば、ここで集まって何しようとしてんだ？ああ、俺たちこれから任務でな。これからのことを一度話し合っとこうと思ってよ。へえ、任務か。あ、そうだ。俺ってばちょうど暇だし、お前たちの手伝いをしてやるよ。それはありがたい。でも任務って勝手に受けちゃダメなんじゃ。その通りだ。任務を行う際は必ず5代目の了解を得る。それがルールだ。分かったってばよ。ばあちゃんの許可をもらってくればいいんだろ。そんなのすぐにもらってきてやるよ。ま、期待しねえで待ってるぜ。もし許可がもらえたのなら木の葉の門に来るがいい。俺たちはそこから任務を開始する予定だ。了解だってばよ。次の任務は2人で大暴れだぜ。ナルト、次の任務。俺たちはここで話し合いをする。お前は5代目の元へ向かえ。あの、許可がもらえたら木の葉の門に来てね。俺たちはここで話し合いをする。別に読むなとは言わないが、その他人には言わないでくれよ。おお兄さん、久しぶりじゃねえか。おっちゃんも久しぶりだな。前の格闘イベントはなかなか面白かったってばよ。そう言われると嬉しいね。実はな、前のものよりもっと楽しいイベントを始めたんだが、どうだ、やってみないか。じゃあやってみっかな。いいね。さて今回のルールだが、
基本的には前と変わりはねえ。ただし今回は制限時間をつけさせてもらう。制限時間か。時間内に全ての相手を倒せば兄さんの勝ちだ。スピード勝負ってわけだな。そういうことだ。それじゃ返していこうか。さすがだな。前よりも少しだけ厳しかったけど、この程度じゃ俺の敵じゃねえってばよ。言うじゃねえか。でも負けは負けだな。しかし兄さんはすげえな。忍びの力を見直したぜ。姉ちゃんを見かけるなんて珍しいこともあるもんだってばよ。私だっていつも屋敷にいるわけではないですよ。そう言われてみればそうだよな。で、姉ちゃんってばこんなとこで何やってんの？ちょっと薬草を摘みに来たんです。あ、そうだ、ちょうどいい機会ですね。私と一緒に薬草摘みをやってみませんか？ちょうど暇だったし、やってみようかな。はい、よろしくお願いしますね。薬草はこの森の至る場所に生えています。このメモに書かれたものを集めてください。
よし、すぐに集めてくるってばよ。メモに書かれた薬草を集めたら声をかけてください。ジマよってば、そんなにくしゃみして風邪でも引いたのかよ。いや、実はガイ先生に花粉症を移されたみたいで、くしゃみが止まらないんです。花粉症って人にうつるもんなのか。俺がなんか薬でも持ってきてやるよ。あ、すみません、お願いしてもいいですか。任せとけってばよ。薬に詳しい人に尋ねてみるか。